柏マスクチャンネル始めるよ。柏レイソルの移籍について話します。入ってきた選手ですけれども、岩下航選手がロアッソ熊本から、中村啓太選手が、清水エスパルスから、あとはちょっとレイソルにゆかりのある人で猿田選手、森海斗選手、増掛選手、前家選手、田中隼人選手、加藤拓人選手、土屋拓海選手、落合陸選手が入ってきています。会うとどんな人がいるかなっていうところをちょっと見ていきたいと思います。ヒシャルジソン選手はセアラーへ、仲間選手が、鹿島アントラーズへ、神谷雄太が、清水エスパルスへ、で滝本が、今治へレンタル、杉井颯選手は契約満了、高橋俊樹も契約満了となってます。杉井選手、高橋選手、次のチームでも頑張ってください。そしたらそれぞれのコメント、移籍した選手のコメントを見ていきたいと思います。ヒシャルジ選手の選手ですけれども、日本で3年間プレーしてきた皆さんに対してピッチ上でお別れの挨拶がしたかったですが、いつも温かくリスペクトを表してくれた皆さんへの感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。私が加入した当時、 J1 復帰のミッションがあり、それを達成できて本当に誇りに思います。私はレイソルでプレーしたい思いはありましたが、今回はお互いの意思が合わなくて成立できませんでした。しかし今後の自分がキャリアを続け新たな挑戦をしますが、これからもずっと心から柏レイソルというクラブを応援し続けたいと思いますって書いてますね。合わなかったんですね。成立できなかったと。でヒシャルジソン選手は、レイソルに残りたいっていう気持ちがあったってことかな。どうかね。あまりいい提示ができなかったんだろうか、レイソルから。あと、でも、ヒシャルジソン選手ってさ、なんかどっか他の J リーグで探してたっていう話なかったっけ？国内で探すって言ってましたね。ね、国内で探してるっていう話あったけどね。まあでも、いずれにしてもレイソルに残りたい気持ちはあったって言ってるから、まあそれ信じましょう。次は、中間隼人選手の鹿島アントラーズへの移籍。鹿島側で、こんなコメントしてます。柏レイソルから移籍することになりました、中間隼人です。鹿島アントラーズの一員として、日本一になるため全身全霊をかけて戦います。そしてさらなる高みへ一緒に行きましょう。皆様に勝利を届けられるように頑張りますので、これからよろしくお願いしますって言ってますね。優勝ね。でも来年優勝するのレイソルの予定だけどね。あとちょっとまあ強いチームというか、まあ優勝できるようなチームに移籍したかったっていうことなのかな。なんかね、僕のね、まあ尊敬するサポーターの中で選手について、選手は基本的にはまあサッカーの上手いただの若造だって言ってる人いました。より良い条件があったところがあれば行くし、まあなんだろうな、選手、まあチームへの愛っていうのはそう、まあある人もいるけれどもない人もいるというのがやっぱりサッカー選手の遺跡かなと思いました。そんなところかな。なんかまあでもまあ来年優勝するのはレイソルだから間違いない。次、神谷選手の、対談のコメントで、こっちもちょっと清水側のコメントを読んでみたいと思います。
清水エスパルスの皆さん、柏レイソルから移籍することになりました、神谷雄太です。皆様のために、見ていて楽しいサッカー、見ていて楽しいサッカーと勝利をお届けできるよう一生懸命楽しく頑張りたいと思っています。そしてこのチームでタイトルを取りたいです。一緒に頑張りましょう。応援よろしくお願いします。だいたいさ、こういうコメント、遺跡のコメントってタイトル取りたいとか言うのね。清水でも言うんだからちょっと大したもんだよね。で、ちょっとこのコメントちょっと僕のところで引っかかったんだけど、見ていて楽しいサッカーって言ってんでね、レイソルで見ていて楽しいサッカーできてなかった？どうかな。今年のレイソルって見てて楽しかった？楽しくなかったよね。そっかそっか。まあでも今年は絶対今年のレイソルは見て楽しいサッカーにしてくれるって信じてるからね。次は滝本選手の、対談のコメント。この度 FC 今治に期限付き移籍することになりました。柏レイソルではアカデミー島時代を含めて15年間お世話になりました。いつも僕のことを第一に考えてサポートしてくれた両親、アカデミースタッフ、トップチームスタッフ、フロント、会社の方々、そして柏レイソルのファンサポーターの皆様には感謝しかありません。また来年レイソルに関わる全ての人が笑顔で終われるシーズンになることを祈っています。最後になりましたが、初めて日立大のゴールに立った時、僕の後ろにいるたくさんの柏レイソルのサポーターの皆様の応援で勇気をもらったことは一生忘れません。今後とも柏レイソルの応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。滝本選手ね、なんかあれだよね、一時本当良かったよね。去年ぐらい第二ゴールキーパーだったね。今年はあんま出てなかったけど、まあでも結構いい選手だと思うんで、FC 今治では結構活躍してくれるんじゃないかなって思うんだけどね。で、まあまた戻ってきてくれたら嬉しいな。次、高橋俊樹選手、2021シーズン応援ありがとうございました。そして3年間ありがとうございました。僕自身満足いく3年間ではなかったですが、柏レイソルの一員として戦えたことを誇りに思います。今度は敵として戦えることを楽しみにしています。本当にありがとうございました。そういうことね。でも高橋選手って今年良かったよね、結構ね。クリスとの相性がなんか良かったような気がしたんだけど、まあでも次のところで頑張ってほしいと思いますけどね。次、杉颯選手、今シーズン柏レイソルでを退団することになりました。アカデミー時代から含めて9年間柏レイソルでプレーした、7年間本当にありがとうございました。この2年間金沢でも鳥取でもレイソルに帰ることを目標に頑張ってきましたが、それは叶いませんでした。柏レイソルのエンブレムを背負って戦うこと、それがどんなに価値があることで、どんなに素晴らしいことなのかをこの2年間改めて痛感しました。本当に悔しくてたまりませんが、また、柏レイソルに帰るために頑張ります。また僕を指導してくれたアカデミースタッフの皆さん、食堂ピアノの皆さん、洗濯の方々、芝生管理の方々など、たくさんの人に感謝の気持ちでいっぱいですと。小さい頃から柏レイソルに入ることが夢であり目標でした。そんなクラブを去るのは寂しくてたまりませんが、どんなチームに行こうが自分らしく笑顔で前向きに頑張ります。またこれから柏レイソルのサポーターとして柏レイソルを応援しています。
僕のことを少しでも応援してくれると嬉しいです。また会いましょうと。杉井選手は柏レイソル愛がすごい感じるね。なんかまあちょっとまあ残念な行った先があんまり良くなかったのかな、よくわかんないけれども、でもまあこれから他のチームですげえ頑張ってまた日立大で、戦ってくれることを期待しようかなって思います。